こんにちは、しんこうです。今日はですね、ちょっと初めてなんですけども、リアクション動画というものを撮っていきたいと思います。まあ、というのも、いつもは歌詞の一部を抜き出してっていうことをやってることが多いんですけども、ぜひ、その動画の前編というか、曲の前編を見ていきたいなっていう、もうなんか一部を切り取ってじゃなくて、その全体が素晴らしいものがあったので、まあ、皆さんとね、一緒に聴きながらご紹介できればなというふうに思います。ということで、今回ご紹介したいのは、レッドブル64バーズのマミー T さんの動画になります。このレッドブル64バーズというのは、いくつかシーズンがあって、そのシーズンごとのキュレーターと呼ばれる方が、自分のこう、今曲を聴きたいというか、推したい、信頼のおけるラッパーを何人かこう選んでですね、64小節分のリリックを書いてきてもらって、いくつかに分けて収録するのではなく、64小節バッと1回で動画を取り切る。まあ、テイクは何回かあるとしても、部分部分で撮って重ねていくのじゃなくて、一気に撮るというのをやっていく。まあ、すごく、なんでしょうね。プロレスでいうところのセメントスタイル。割とハードな企画になっているんですね。というのはこの64小節という長さ。普通の MC バトルで言えば8小節ですね。8小節を3ターン。音源で言うと基本的には16小節。長くても32小節。だいたい16小節あってサビがあってもう一回16小節くらいのものが普通なんですけれども、ここでは64小節、サビとかなしでもずっと最後まで行くっていう。これがね、かなり大変らしいんですよね。我々僧侶の世界で言えば、まあ大体その16小節っていうのが普通の法話、30分からまあ1時間ぐらいの長さの法話だとするならば、64小節というと休憩なしで一気に2時間、3時間の法話をするくらいの感覚なんだろうなと思います。だから、一貫してなければいけないけれどもずっと同じだとだれてしまうし、かといって全く違うことを途中からやり始めてしまうと統一性がなくなってしまうしっていうところで、かなり書くの大変だと思うんですよね。ただこれで毎回そのいろんなラッパーの方がですね、毎回違うビートに対してそれぞれの本当に個性を出しながらやってきてる企画で、このシリーズではマミー D さん自身がキュレーターとなっていて、マミー D さんのここまで9人選んだラッパーの方が撮ってきて、最後にご自身が64小節のバースを蹴るという回なんですね。ここまでも結構ね、人面ウサギさんとかチコカリートさんとかレッコさんとかリトルさんとかもすごく良かったですね。本当にこう素晴らしい内容が続いてきたところに、最後にこのライムスターのマミーティというまあ大きな看板を背負った方がですね、どんなバースを蹴るのかというところで非常に注目すべき動画なんですね。ということで早速ちょっとずつ聞いていきたいと思います。DJ クラッシュ、ミスター D コラボ。DJ クラッシュさんのビートだ。Way back 1970、時は令和、平成や昭和、そのガキは生まれた花の片隅で座中流家庭、恵まれたエブリデイ。それもつかの間、親の離婚で始まった俺のブルーズ、涙飲み込んで浜から血が咲き、また浜へ受け入れたのさ、1歳が8歳、それが8歳。はい、Way Back 1970ということで、このマミー D さんの回は64小節がご自身の人生そのものをこうなぞらえたものになっているんですね。なので1970年、時は令和、平成、いや昭和、そのガキは生まれた浜の片隅で、だから横浜のあるところで中流家庭に生まれたと。ただ恵まれた毎日だったんだけれども、親の離婚で始まった俺のブルース、まあ哀愁というか、そういう引きこもごもが始まったと。それから一度茅ヶ崎へ移ったんだけど、また横浜に戻ってきたと。マミー D さんといえば、拙者生まれは横浜、行かれた世の中とかって言ったりするように、横浜の出身であることをいろんな曲で歌ってるんですけれども、私ここで茅ヶ崎に一度行ったっていうことを初めて知りましたね。そして、1歳合歳、それが8歳というふうに言ってるんですけども、マミー D さんのこの回のすごいところは、8、16、24、32というように8小節ごとの終わりのところ、これがぴったり年齢になってるんですよ。で、面白かったのがこの、収録の裏話を話すビハインドザバースポッドキャストの番組があるんですけど、そこで語られてたのが、64小節の歌詞を覚えるのも数えるのも自信がないと。だったらそこの小説の終わりに自分の年齢が入ってれば、ここが今何小節目かがわかるんじゃないかっていうところで、8歳、16歳、24歳と。で、最終的に将来の話になってくる64歳までを語ることにしたんだというふうにおっしゃっていて、まあなんでしょうね、本当に奇才というか、
自分の生涯、生い立ちを語ること自体はラップでは決して珍しくないんですけど、いやもうちょっと年取って小説64も覚えらんないから年齢と当てはめることにしたんだよねっていう発想がもうなんかマミー D さんのいいクセモノ感が出てますよね。でそのビハインドザバースの中でも実際におっしゃってたんですけども、ライムスターというグループで歌丸さんという方相棒がいる中では自分語りっていうのを集中的にすることというのはあまりなかったと。ただもうここでは本当に自分のことだけを話すことができるからもうそれ一本で行ってみたんだっていう話をされていて、まあ、確かに初めて聞くエピソードも結構あるなと最後まで聞くと思わされたので、まあちょっと引き続きマミー D さんの生い立ち追っていきましょう。他の子供がアニメやゲームに夢中になる頃道またベイキンバッてなってるのがそいつだった。今思えばそれが俺の初恋だった。君探して揺らぐメンタル、時にインポート時にレンタル、あんなピッチやめとけて聞かぬ忠告、すでに中毒それが16。はい、他の子供がアニメやゲームに夢中になるこの見ちまったブレイキング、このブレイキングっていうのが映画の日本題でいうとこのブレイクダンスっていう映画があるんですけども、それなのかブレイクダンス自体をブレイキングっていうブレイキングボーイで略して B-Boy なんていう風に言い方があったっていうのもあるんですけども、映画なのかブレイクダンスそのものなのかわからないんですけども、その後ろで鳴っていたのがこのヒップホップという音楽だったと。マミー D さんの年齢からするとワイルドスタイルとかブレイキンとかっていうヒップホップのアメリカで生まれたブレイクダンス、DJ、ラップ、グラフィティっていうものが詰まった映画っていうのが入ってきた時期とちょうど近くて、これを見て衝撃を受けたと。今思えばそれが俺の初恋だったっていう風におっしゃってて、結構ねラッパーの方はヒップホップっていうものを自分の恋人に例えてずっと追いかけていくみたいな存在に例えることあるんですけども、君探して揺らぐメンタル、時にインポート時にレンタルっていうこのメンタルとレンタルでねしっかりと韻も踏んでるところとか、言葉は悪いですけどあんなビッチやめとけってっていうのはこっち振り向いてくれないような、あんなこう自分を惑わすだけのような存在に手を出すのやめといたらって言われたけれども、聞かぬ忠告すでに中毒それが16って忠告中毒16っていうのがね全部韻踏んでて、さっきも1歳合歳の合歳と8歳を踏んでてとかでね、あの年齢をあの小説のお尻のところに入れてるんだけどもしっかりちゃんと韻も踏んでるっていうこのやり方がねやっぱり憎いですよね。1989平成元年は俺にとったラップ元年、大学で出会ったマイメンと結成したグループの名は言うまでもねえ、だけどその頃まだまだ好き言葉が図が足らずに味わったディストピー、それは未だに俺のトラウマで、別の言い方するなら彼までいつか世界が俺を分かるまでやったろうと使ったぜ24。はい、1989年平成元年、俺にとってラップ元年、私が生まれる2年前、マミー D さんにとってはラップ元年だったと。なぜならば大学で出会ったマイメンと結成したグループの名は言うまでもね、これはねライムスターを結成したと。ライムスターの皆さんは早稲田大学のブラックミュージックサークルで知り合った仲間であるんですけども、そのグループの名は言うまでもねっていうのはある意味では今となってはもうお前らみんな知ってるだろ、ライムスターのことだぜっていう、まあ、ある意味でそのボースティングっていうような堂々とした立ち振る舞いなところですね。ただその頃にはやっぱりいろんなディスとビーフだからいろいろこうけなされもしたし、まあバチバチすることもあったと。で結構意外なのが、それは未だに俺のトラウマで、別の言い方するならカルマでっていうね、背負っていかなければいけない行いでっていうところもあるんですけども、いつか世界が俺を分かるまでやったろうと誓ったぜ24。だからまあ本当に自分のラップというものが理解されなくて人からけなされもしたし争いもしたし、それがずっと未だに心にはこう傷として残っているんだけれども、そういう行いを背負った上で自分のラップというものが世界が分かってくれるまでやってやると、もうこの道に定めたっていうのが24歳でしたということですよね。時代が俺に中に微笑む3000のオーディエンスがどよめく、忘れないぜあの雨の夜音、飛びように売れるバイナルに自分でも戸惑う、決して譲れない俺のそれは全て渋谷が育てた、そこで吸ったもんだ、ありつ笑いつ泣きつ腕磨きつ実った果実が俺の詐欺トゥー。はい、時代が俺についに微笑む、3000のオーディエンスがどよめく、忘れないぞあの雨の夜音、これは日比谷野外音楽堂で行われた三品キャンプというね、本当にヒップホップという文化がやってきてラップという音楽が
一つのこうムーブメントとして日本でこれだけの熱意を持ってみんなから親しまれる愛されるものなんだっていうのをこう世に知らしめたイベントですよね。飛ぶように売れるバイナルに自分でも戸惑う。バイナルっていうのはレコードのこと で決して譲れない俺のそれはっていうのは B-Boyism という曲が決して譲れないぜこの美学っていうのを風に言ってるんですけども、要するにその自分の B-Boyism、ラッパーとしての精神というもの、それは全て渋谷が育てたと。でまあそこで吸ったもんだありつ、笑いつ、泣きつ、腕磨きつ、実った果実が俺の32と。ね、だから本当にマミー D さんというといろんなビーフ、まあ、いろんなラッパー同士のバチバチもありましたし、まあ、もちろん我々リスナーが知らない様々な苦悩とか、揉め事とか、当時のね渋谷のヒップホップ界隈なんて本当に怖い人も多かったって聞きますから、まあいろいろあったんだろうなと。それが32歳だ、今の私の2年後の状況ですよね。ラッパーが今20代とか下手すれば10代とかでも活躍、名を上げるようになってきた時代から考えたら、やっぱり初期の方々が本当にこう出てこれたのは20代後半、32歳とか、まあそこまでやっていくのってすごく不安多かったと思うんですよね。ラッパーというものが職業としてはまだ確立しきれていない時代にやっぱりやってきたマミー D さんの生き様みたいなものがすごく出てますね、ここでね。インディからメジャーレボー、目まぐるしく回る日々と探偵棒だけど、やがて来たのさ冬の時代が、俺だって考えたぜリタイアしないか、でもこっからが勝負さ、まるでジェットコースター2度目のダンスだ、そのボクサー What? 立ち上がって再びワンスアゲン、震わせたのさ日本中すでに40も、はい、ライムスターさんは、まあ、ファンキーグラマーというねグループというか、そういうヒップホップコミュニティでリップスライムさんとかキックザカンクルーさんとかね、そういう人たちと一緒にヒップホップというものを音楽として押し上げていくっていうねコミュニティを作ってたわけなんですけども、2001年にレーベルがメジャーのレーベルに変わるんですね。目まぐるしく回る日々とターンテーブルっていう、まあ、非常に忙しくなって、2007年に日本武道館でのライブを行ったのを機に一度活動を休止します。これが、まあ、やがて来たのさ冬の時代がというのが売り上げの話なのか、それともまあやっぱり自分のラッパーとしてのメンタルの方なのかはちょっと正直ね、当時まだライムスターを聞いてなかったんでわからないんですけれども、リタイアしないかっていうふうに考えたとか、そこからまあ2度目のダウンをしてもう後がないっていう状況で立ち上がって再びワンスアゲイン、これが2007年の活動休止からワンスアゲインという曲でライムスターは活動再開するんですね。ライブはそのちょっと前に活動再開しているんですけども、これがねワンスアゲインという曲が本当にちょっといつか取り上げたいんですけども、本当にいろんなこう夢別名呪いで耳が痛くてとかっていう風に歌丸さんは言ってますけども、続けていくことがすごく精神的にも辛かったり、いろいろなこう大変なことがあった中で、でももう一回立ち上がって自分たちはやっていくぞ、ライムスターはやっていくんだぞっていうのを、自分たちが立ち上がるのを同時に人を励ます曲として出して、まあそれぞれにその間に自分のフィールドで活動をさらに積み上げてレベルアップしたところで復活したと。震わせたのさ日本中すでに40歳でもう一回ライムスターとしての活動を再開したというところですね。もはや誰に嫌われようが、誰に何と言われようが、俺は歴史上の人物、開きな教科書、連れてやんぜ例の約束の場所、ただ一語一句一秒一瞬に命をかけ書き上げたりリック、ただね出すアルバム求めて集まるファン、未だに伸び盛りで働き盛りの48。はい、ワンスアゲインで復活したのが40歳だとしたら、もうそこからもはや誰に嫌われようが、誰に何と言われようが、俺は歴史上の人物、開きな教科書と、ちゃんと自分はもう日本のヒップホップという歴史の生き証人で、今もう現在進行形の人間なんだっていうところで、みんなを引っ張っていく立場なんだっていうことを自負してる。なんかすごくいいと思うのは、ヒップホップの成功みたいなものを、お金をいくら稼いだかとか、こんなにいい女連れてるぜ、稼いだぜ、いい車乗ってるぜっていうところじゃなく、人生の世まで積み上げてきたものを財産として、俺はこうやってやってきたんだっていうボースティングの仕方ってすごくかっこいいなっていうふうに思いますよね。一語一句一秒一瞬に命をかけ書き上げたリリック今も踏んでますし、なんかこうマミー D さんの常に新しいフローとかリリックの感じを出していこうとする挑戦する姿勢が出てますよね。未だ伸び盛りで働き盛りな48、48とか。今マミー D さんが51歳になる年なので、もうかなり今に近い、もう3年前のこの時点の話ですね。はい。
get it 2019年は令和元年あの日から30周年、47都道府県でしたの佐野厚生省唾かかりそうな距離感で熱唱がその翌年世界は沈むウイルスにヘイトにレイシズム俺は決めたさらに己磨こうと闇を言葉で満たそうと56、はい、西暦2019年、まあ令和元年になった年ですよね。これがあの日から30年ということで、ラップ元年と言っていた、要はライムスターの結成から30周年だったと。で、47都道府県でしたのさ、濃厚接触と。唾かかりそうな距離感で熱唱。まあね、その年はまだコロナとかない時代だったので、本当に今だったらできないようなライブをしてこれたんだ。でも、その翌年世界は沈む。ウイルスにヘイトにレイシズム。まあコロナウイルスがあって、それだけじゃなくて、まあアメリカもそうだし、日本もそうですけど、世界中でヘイトとかレイシズムというものが、まあ、より強く起こってしまった。で、その中で、マミ兄さんは、俺は決めた。さらに己磨こうと。世界を変えようとかどうとかじゃなくて、まずは自分をさらに磨いていこう。闇を言葉で満たそうと。みんなが不安で自分も不安な、言うなれば世界が闇に覆われたところ、この闇に自分の言葉をどん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 溜め込んで、少しでも、本人はおっしゃってないですけど、ある意味のその光にしていこう、光を差し込んでいこうと。どうしていいかわからないこの暗闇を言葉で満たすことで、ラッパーとしての生き方を全うしていくし、それが人の心の闇を埋めるような、まあ隙間を埋めるようなものになっていけばいいなと。そしてここから先がマミニさん今51歳になる年なので、これから先の話になっていくわけですね。56、57行くぜまだまだだって前よりさえてんだ頭が髪は白くしわは深くなりましたが俺には待ってるのさマスナースタがだって人生もさながらログバス長いようで儚いんだならばせめて掴んでこのマイクだけは離したかないんだよ。わかんでき60よりも61 61より62 62より63くらい上手くなってたいん俺の64。いやはい、まあ56、57行くぜまだまだだって前より冴えてんだ頭が、もうね、解説のいらない部分ですよね。髪は白くシワは深くなりはしたが俺には待ってるのさマシな明日が。マミディさんの、まあ私の好きな曲、好きなバースとかのイメージだとポップライフなんかでも、この弾ける毎日すらいまいちと見まがうほどの汗のリハーサルとかっていうように、その明日っていうのは今より素晴らしいものになっていく。 It's a new day っていう曲もそうですよね。新しい明日をに希望を持って生きていくっていう、そのためには自分自身が今をしっかりと生きていかなければいけないっていうスタンスは結構マミディさんのこう根幹に関わる部分なのかもしれないなというふうにこれ聞きながら思いますね。だって人生はさながらロングバース、長いようで儚いんだ。もうね、まさにこの64バースを64小節長えなと思いながらも、もう実は終盤に差し掛かっている部分がここに出てきますよね。うわぁ、長えなと思って書き始めたけど、あれもう終わりか、みたいな。長いようで儚いな。歌い出してみたら早いもんだな、みたいなね、ところですよね。で、ならば、せめて掴んだこのマイクだけは離したくないんだ。要は、還暦、60よりも61、61より62、62より63ってくらい上手くなってたいんだ。ここの部分のね、畳みかけ、最後にもう、ふわーって鳥肌立つようなところですよね。まして、俺の64。自分のこれまでの生い立ちを歌っていて、最終的には64小節の終わりの頃には、これからの自分、こっからの自分の人生まで、もうこの64小節の中で詰め込んでらっしゃいますね。で、マミリーさんは前に、クリピナッツさんのラジオに出てた時かな、本当に常に俺は上手くなりたいと言い続けてる。もっとラップ上手くなりたい、もっとラップ上手くなりたいっていうのをずっと続けてる。これまでの積み上げてきたものだけで、もうあと余韻でいくっていう考えは毛頭なく、もう常に進化し続けようとしている方なんですよね。だからなのか、これまでのこう、ご自身が選んだキュレーターを務めた他の方のラップを聴いてる時も、すごく無邪気な顔で、上からこう監督してるというよりは、本当になんか横並びで一緒に、うわ、それすごいね、みたいな、これいいね、みたいなのをやってるリアクションがちょこちょこ見えてて、好きでやってるんだなっていうところが伺えますよね。ということでですね、このまあマミディさんの64バーズ、なんか自分語りをするっていうのは、ただ話してやろうと思ったらいくらでも長くできるし、長くできるんだけれども間延びしてしまう。それを8小節ごとに人生を区切っていきながら、
自分の今後の抱負というか未来像、将来の自分の様子までも含めて一気に語り尽くした。でそこにはこうヒップホップっていう筋がビッと通っている、なんかマミーティーさんのこれまでの生き様とこれからの生きていき方っていうものを見せつけられた、まあ、非常に心打たれる回だったのではないでしょうか。まあ、今回初めてこうやって最初から最後まで歌詞を追っていくということをやったんですけれども、ラップバトルなんかにもそれぞれの価値観、人生観をかけたようなやり取りっていうのも時々あったりしますし、またね、こういうリアクション動画なんかも、もし、まあ面白いと思っていただけそうだったら、今後また撮っていければなというふうに思っております。ということで、今回は、レッドブル60バーズから、マミーティーさんの回をですね、ご紹介させていただきました。この動画が面白かったという方は、チャンネル登録、コメント等々よろしくお願いいたします。ご視聴いただきまして、ありがとうございました。